はい、どうも、こんばんちは、ウエスタンキミナーです。今日はですね、タワーバトル予選究極フロア2ですね、こちらを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。で、アビリティ見ていきましょう。まずはリーダーボルインですね。アビリティはつけておりません。そして赤尻ですね。ゼロツマ、染み込む音、おせっかい焼き、大切な心がけを入れております。ダメージをね、カットカットしていきたいと思います。そしてフレンドはバニラアイスですね。では参ります。もう染み込む音でバキ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 やっていこうと思います。ダメージは受けてないですね。受けてないから大変なことになっていると思います。サカーズ様が動く。バキ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 。ウンドゥールはここでは何もできない。高橋様がここで消える。さあ、ジャックザリパーに倒されていく。そしてウンドゥールが自ら動いていきます。アイテムをばらまかれる。さあ、今度はちょっと倒していきましょう。ウンドゥールは10ヒットコンボ以上なので、あまり怖くなくいけそうです。余計なのもばらまかずに、これでなんとかいけるはずです。さあ、今度はちょっと逃げるように、違う、ちょっと違うようなことをしてしまいました。ウンドゥールがいるとかなり緊張してますね。さあ、行きましょう。回復瓶がそれで、回復はしていってるんですが、さあ、ウンドゥールも倒れた。続いて第2ラウンドですね。まずはダメージを受けていっております。さあ、ミサリス先生が動いていく。そして回復瓶が取り出されていきます。まあ、ここではよいしょ、CS 打っておきます。こうなると楽勝です。ゲージも取られたり済みます。さあ、降ってきたのは苦痛持ちの敵ばかりですが、大丈夫ですね。赤カージリは苦痛持ちなので耐性持ちなので大丈夫ですね。では、走っ
ていきましょう。さあ CS で誰を捕まえる、うん、倒してほしい船長が倒せそうです。さあどんどん爪が伸びていく。ここは、リングを取っていきましょう。さあ倒しに出てほしい人たちが倒れていきます。タルカスも動いていきます。タルカス倒れる。そして最終ラウンドですね。ここはもう素直に倒していきましょう。さあバチバチが増えていきます。はい、バキバキのこうなっていっております。はい、不倫があるのでそこまで気にせずにいけます。ゲージを取られる。せっかく集めたのに。もうここは関係なくバキバキを、増やしていきましょう。どこまで削れるかが問題なのですが、マイクと回復が取れていっております。さあ続いてトルナレフに対して開けていきますが、ポールナレフはなかなか削れない。その前にアブドゥルが倒れそうだ。アブドゥルが倒れそうだ。アブドゥル倒れちゃいました。そして全回復される。さあ問題のスティーリー弾が降っていきます。さあ運がいるおかげで何とかなっておりますが、運が倒れなければよし。その前に弾が倒れてくれるように祈るのみです。さあ回復分がばらまかれましたので、回復分のところに行きたいと思います。どん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 削れていきます。ここはラニーですね。向かっていった方が良かったですね。失礼しました。さあルームがそろそろ壁をなくしてくるかな。壁を作ってくるかもしれません。しかしよく走るポルナレフ。
はダメージというシーンがあるが自信が、うん、まだもう大丈夫なんですね。ではおう、ヒット取れました。アイテムが取れました。さあそしていいですね、移動距離が減る、そしてガンが攻撃を仕掛けてくる。ではイギーに対して痛いと思うのですが、ちょっとばらまきが足りない。さあここでヨッカの CS が打てるようになったので CS を打ちます。CS が打てるとだいぶ楽になる。誰を捕まえるか、いいだー、いいを捕まえる。今度は相手をちょっと取っていきましょう。今度はレーニが倒れてしまう。これで壁ダメージの方が問題になってきました。マッシュカウンターがあるので先に倒しておきたいところ。さあ打っていきました。最終ゾーンが打ってきました。今度は大丈夫か、フォルナレフにやられてる。さあ回復輪か取りに行けるのかどうなのか。フォルナレフは倒れてる。あ、はい、そうですよね、 HP が入りませんでした。では行きます、先に城太郎を倒しておきたい。はい、では行きましょう。ここはもう素直に、スマッシュだけで行きます。さあ今度は倒した感じです。そしてスティーダンが動いてきます。スティーダン1体になると完全に関係ないですね。バキ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 とゼロスマがあるのでね、なるべく走った方がいいですね。ダンは一体になると本当に怖くないですね。一応 CS もかけておきましょうか。あ、倒しましたね。はい、ちょっとだらけてしまいましたけど、無事クリアすることができました。ありがとうございます。川尻やっぱ強いですね。もうちょっと重ねた方が
いいのかな。ではですね、最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。